はいどうもこんにちは、ザマと申します。ノブラクシ実況を続きやっていきましょう。ということで今回から長光麻耶さんの、ルートに向けて選択肢シーン回収していくんですけれども、結構なんだけど、あかりさんルートに進んでる時にも麻耶さんの選択肢回収してんだよねそこそこねいやだからそんなにね、あんまり見る選択肢シーンっていうのも、まあもしかしたらないのかもしれないんですが、はい。まあちょっとね、まだね、麻耶さんの選択肢シーン回収してないところをね、ピックアップして回収していこうかなと思います。はい。ということで、今回なんですけど、ここね、11秒65事件の後ですね。わかるよね。うん。まあ俺の実況見てる人だったらもう11秒、てか実況っていうか、ね、ノブルワークスのネタわかってる人だったらもう11秒65事件の後、ああ、なるほどねってなると思うんですけど。はい、そこからです。ということで、じゃあ今回ね、まあ、前回はカフェに行ったんですけどね、あかりさんルート行くときは、今回は麻耶さんなので食堂に行ってみましょう。じゃあ行きましょう。どうなるんだろうね、食堂。いらっしゃいませ。おいやいや、もうなんかすごいな、毎回この食堂な。お席の方に案内させていただきます。あ、ちょっと待ってもらえませんか、長光さん。ん、金本くん。おお一人ですか。ああ、こてつはもう食べ終わって教室に戻っていった。おてつ、そういうとこだぞそういうとこだぞこてつ。もう食べ終わっても最後までこう一緒にいるんだよもうなんなんだよそこ。まあでもありがたいけどな今回は。そうですか、それじゃあよかったら相席してもいいですか。え、うん、別に私は問題ないけどなんか恥ずかしいのか、なんなのね、これ照れてるのか何なのか。それじゃあ失礼します、僕はここで。かしこまりました。それではオーダーはいかがいたしますか。実はあまり体調が良くないので申し訳ないんですが、胃に優しいものはありませんか。胃に優しいものですか。ではこちらの野菜スープなどはいかがでしょう。ああいいねなんかオニオンスープとか、なんかコンソメスープとかさね、なんかすごい高級なやつ出てきそう。ではそれでお願いします。シェフと相談にはなると思いますが、うん、他にもキノコなどを加えましょうか。おお、いいね、お任せしますからよろしくお願いします。かしこまりました、では失礼いたします。いや作ってくれるんだね、そうやってなんかちょっとアレンジしたりとか、あ、もうちょっとこうした方がいいんじゃないですかみたいな。本当はスープじゃなくもっと腹が膨れる方がいいんだけど、こればっかりは仕方ない。まあな、11秒65を出してね、血吐いて血のり吐いてねえ、まあ戻ってきたわけだから、まあこれでがっつり食ってたらな。それで体調の方はどうだ。あ、はい、ご心配ありがとうございます。でも薬も飲みましたから大丈夫です。そうか、ならいい、安心したびっくりするような麻耶さんもな。ところで長光さんのそれお弁当ですか。やけに家庭的に見えますけど。うん、私が作ったんだ。おお、すげえあ、自分で作るんだ。え、そうなんですか。そんなに驚くことはないじゃないか。それとも変か、私が料理なんて。いやいやいや、変じゃないです、もうむしろポイント高いですよね女子力ポイントというか、なんつったらいいのかわかんないけど。いや変じゃなくて、長光さんの家もここの学院に通うぐらいの家柄なわけじゃないですか。あー、なるほどね。だからまあシェフが全部やってくれるから、自分はそんなになんつうのかな、やんなくてもいいみたいな。え、ああ、うん、まあそうかなさ、どうなんだ。ちょっと謎なんですけどね、長光さんの。どうしてそこで言い淀むんですか。いや別に。ああ、うん、まあともかくわざわざご自分で作ることに感心しただけですよ。そうか、料理をするのは好きなんだ。他にも家事は全般的に好きだな。ああ、すごい、なんか良妻タイプまあなんだかこう女の子っぽいだろ。あー、なるほどね。だからちょっと男勝りなところがあったから、その反動でじゃないけど、なるほど、そういうのもね、ちょっと女の子っぽいことをやりたいみたいなね、うん、ちょっと乙女心が心の中でちょっと
叫んでたのかもしれないな。確かにそうかもしれませんね。そうか。どうしてくれるか嬉しいな。周りに全然同意してくれる子がいなくて、いややべえやつだね。なんでいねえんだよ。じゃあ小鉄はどうしたんだよ。そりゃこんなお金持ちの学院じゃ使用人にしてもらう人間がほとんどだろ。ああそういう意味でね。なるほど。そっか。まあ確かに、まあ、女子力とかそういう問題じゃなくて、もはやなんつうのかな、いやあのそんなのを作ってもらえばいいじゃんみたいな。だからそういう世界っていうことだよね。その世界で確かにまあ同意してもらえる人間はなかなかいないよな。本当は人が少ないところで食べたいけど、マナーの問題で食事していい場所は決まっているから。教室なんかで食べてたら注意をされるからな。なるほど。それにしても美味しそうなお弁当、長光さんって料理が上手なんですね。別にこれぐらい普通だ。ちょっと練習すればできる。すごいって言われるほどじゃない。いやでもあれだよね、あのさらっと褒めるよね。さらっとこうちょ目についたものをしっかりとね、しかもこうなんつうのかな、こうなんつうのかな、悪びれもなくというか、なんつうのかな、こうわざとらしい感じでもなく、こうさらっと褒めるから、だからマヤさんもさ、なんだろうな、あ全然わざとらしい感じじゃない、自然な感じだからこうこうすっと受け止められるというか、ね、すっとこうあの照れられるというか。いいよね、なんかね、これ主人公属性の強みだよな。へえ、長光さんはいいお嫁さんになりそうですね。何言ってんだお前。いいですね、もう止められないですね。およ。そういう冗談は嫌いだ。え、冗談じゃないんだけどな。別に冗談でも何でもないんですけどね。しかし白いご飯に卵焼き、唐揚げ、煮物にプチサラダ、それから筑前煮、なんていうか本当に庶民的な弁当だな。確かにね、そのラインナップから見ると、うん、確かにそういうなんかタコさんウインナーとかね。なんかあのウサギの耳を作ったあのリンゴとかさ入ってたらもうなかなかだけどな。そういえば以前は公立の学校に通っていたんですよね。もしかしてその頃から作っていたんですか。うん、だから癖みたいなものだ。昔はこれでよかったんだが、この学院だとやっぱりチープに見えるな。あーまあな、確かに。そんなことないですよ、ちゃんと栄養バランスも考えられた素晴らしいお弁当だと思いますよ。そうか、ありがとう。まあこれはでも嬉しいだろうな、マヤさんも普通に素直にな。しかしいいな、筑前に懐かしい。あー昔はよく作ったけど、ここ最近は全然だ。作ったんだね。よく作ってたんだね、もうね。すごいよね、なんか、ね、料理スキルがさ、どんなもんなのか分かんないけど、結構やれるよね、ほんと。あの、バイト経験もね、その、踏まえてさ。たくみくんね。なんだ あんまり見られると恥ずかしい。やっぱり、みすぼらしいかな。いやいや。いえ、別に比べてるわけじゃなくて、美味しそうだなぁ、と思いまして。美味しそう？金本くんが？あ、その、僕は病院食をよく食べてましたから。私は入院したことがないんだが、病院食ってどんなの？別に特別なものはありませんよ。煮物や魚がメインなだけで、あと、味が薄いですね。だから、あんまり美味しいとは思いませんでしたけど、長光さんのお弁当は美味しそうです。ありがとう。まあでもここら辺の返しも、まあ、シュリ君とちょっとまあ練習してるのかもしれないけどな。もしよかったらだが、その食べるか。食べる。もう食べるそれ。マジで？本当にいいんですか？うん。でも。あまり期待はしないでくれ。プロに指示したわけじゃなく独学だから。もうそれ食べる。食べたいです。そんなことはありませんよ。それじゃあその筑前煮をもらってもいいですか。どうぞ。それじゃあ失礼して。
フォークを使って筑前煮を食べる。フォークを使ってなかなかないけどね。うん、味もよく染みているし美味しい。やっぱり美味しいですよ、長光さん。出汁の味もいいし、いいですし。本当か？ありがとう。もっと食べさせてほしいぐらいです。もし、もっと食べたいなら別に構わないけど。かわいいな、もう。やばい、挙動が可愛いね。なんかこうなるとね、もう凛々しい時は凛々しいけどさ、やっぱその凛々しい時とのやっぱギャップ、あかりさんもそうだけどさ、あのまやさんもさ、こう凛々しい時とこう照れる時のギャップな、やっぱいいですね。でも長光さんの分が、もう少しぐらいなら大丈夫だ。だからその食べるか。お、何それ何それ今のかっつって。いやもうそんな可愛い顔で見つめられたらちょっと食べるしかないだろこれ。いや、その迷惑なら無理しなくていいんだ。材料はちゃんとしていても作ったのが私だからな。いや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 、マヤさんだからこそ美味しいんですよね。いや、そんな、食べさせてもらえるなら本当にありがたいです。それじゃあお言葉に甘えて。いや、本当に美味しいです。これは元気が出ます。そうか、よかった。それならもっと食べてもいいぞ。恥ずかしそうにしながらも、どこか嬉しそうな長光さんと一緒に俺は昼食を済ませた。もっと食べてもいいぞって、自分の分がどんどんなくなるやつや、それ。ジャンクフードとは違うけど、おい、うまい筑前煮のおかげで欲求は多少収まったかな。よかったじゃん。いや、まあいろいろとね、ちょっと疲れることあったかもしれないけどな。はい。では皆さん、手元には各個人のパソコンがありますね。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしたいなと思います。ということで、まあこんな感じでね、まあ個々でね、個別シーンちょっと、まあ選択肢シーン回収していくので、まあまたね、飛ぶと思うんですけど、マヤさんルートから見たいよっていう人は、まあ、ちょっとね、選択肢シーンとか、一連、まあ、ここまでね、見ていただいて、まあ、共通シーンも含めてね、見ていただいて、またちょっと飛ぶんですけれどもね、はい、その時また、冒頭でアナウンスするので、はい、まあ、そこでね、そこまで飛ばして、そこまでね、見ていただければなと思います。はい。ということで、じゃあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。いや、今回ね、もうマヤさんの家庭スキルがね、いや、案外高いんだな、みたいなね、ところが、まあ、出てきたんですけれども、はい。まあ、その長光さんのね、家のこととかも含めて、はい、どうなっていくのかというところで、次回の、選択肢、まあ、個別シーン、まあ、ルートね、そちらの方も、楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。